ブレイクスルー奇跡の生還は2019年のアメリカ合衆国のドラマ映画。女優でテレビドラマ演出家でもあるロクサンドースンの映画監督デビュー作で出演はクリッシー・メッツとジョシュ・ルーカスなど。本作はジョイス・ミスとジンジャー・コルバラが2017年に発表したノンフィクション・ザ・インポッシブルを原作としている。本作は日本国内で劇場公開されなかったが、 アマゾンプライムビデオでの配信が行われている。水売り州レイクセントルイス。14歳のジョンは親切な養父母に育てられていたが、生みの親に捨てられたという事実をどう受け入れるべきかが分からず、養父母や教師たちに反抗的な態度をとっていた。そんなある日、ジョンは友人二人と一緒に湖に向かい、近所の人からの注意を無視して凍った湖で遊び始めた。 近所の人が抱いた不安は的中し、ほどなくして湖面の氷が割れた。女子とリーガーは自力で水面まで浮上し、駆けつけた救急隊員によって救助されたが、ジョンはそのまま溺れてしまった。救助隊の懸命な捜索にもかかわらず、ジョンは発見されなかった。救助隊が引き上げようとした矢先、隊員の一人が諦めてはならないという声を耳にした。トミーはそれを、 隊長の命令だと思い込み、再度こに潜ったところ、ジョンを引き上げることができた。心肺停止状態のジョンは直ちに病院に搬送され、様々な蘇生措置を施されたが、何一つとして効果がなかった。医師からお別れをするように告げられたジョイスは泣きじゃくり、神様、ジョンを死なせないでくださいと叫んだ。その瞬間、ジョンの心臓は再び動き始めたのだった。 カッコ内は日本語吹き替え声優。2017年1月18日、デボン・フランクリンが20世紀フォックスと共同でノンフィクション、ザ・インポッシブルの映画化を進めていると報じられた。8月、グラントニー・ポートが脚色を担当することになったとの報道があった。2018年1月、クリッシー・メッツが起用された。3月7日、マルセル・ルイスの出演が決まったと報じられた。 15日、マイク・コルターの起用が発表された。19日、トファー・グレースが本作に出演するとの報道があった。20日、ジョシュ・ルーカスの起用が決まった。4月、サム・トラメルとデニス・ヘイスバートがキャスト入りした。10月18日、プロバスケットボール選手のステフィン・カリーが本作の制作指揮を務めることになったと報じられた。 本作の主要撮影は2018年3月にカナダのマニトバ州で始まり、同年5月に終了した。2018年11月12日、マーゼロ・ザーボスが本作で使用される楽曲を手掛けることになったとの報道があった。2019年4月5日、マーキュリーナ・ナッシュビルが本作のサウンドトラックを発売した。17日、本作のスコアアルバムが発売された。 2018年12月5日、本作のオフィシャルトレーラーが公開され、公開後48時間で3000万回以上再生された。これは、キリスト教をテーマにした映画としては、過去最高の数字であった。2019年3月20日、本作は、セントルイスでプレミア上映された。本作は、ペンギンズ・ザ・ピルグリムズ・プログレス、ラ・ヨローナ・ナク・オナと同じ週に封切られ、 公開初週末2300万ドル前後を稼ぎ出すと予想されていたが、実際の数字はそれを若干下回るものとなった。2019年4月17日、本作は全米2824巻で公開され、公開初週末2128万ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場3位となった。本作は批評家から好意的に評価されている。 映画批評集積サイトの6ントマトズには62件のレビューがあり、批評家支持率は61%、平均点は10点満点で5.52点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、主人公を見ればわかるように、ブレイクスルー奇跡の生還は宗教色がかなり強い作品である。しかし、 観客の心を奮い立たせるストーリーと出演者の名演技のおかげで繊細さを書いた構成要素にまとまりが生じているとなっている。また、メトクリティックには17件のレビューがあり、過重平均値は46、100となっている。なお、本作のシネマスコアは A となっている。本作の主題歌、I am standing with you は、 第92回アカデミー賞の歌曲賞にノミネートされた。ありがとうございます。